今日は2019年2月8日、2月8日ですね。ニューヨークに来ています。クールドッグのジョエルです。なんか喋ってる女性が来たけど、これちょっとあれなんですね、電話で話して。ラジオシティミュージックホールですね、に来てます。ニューヨーク、ちょっとね、こっちから撮ろうかな。なんか変な感じになってます。右手で僕はカメラを持ってますからね。肘がなんか向かってくる人たちにぶつかりそうになってます。よいしょ、こっちからここで撮った方がいいのかな。これニューヨークの人たちから見ると多分そのなんか特別な感じじゃないのかもしれませんが、ね、一応ここは有名な場所なのでちょっと撮っておきます。それとこの辺のビル、これ見てください。これほら、この中もバカでかいビルがたくさん立ち並んでいる、このオフィスビルがすごい、なんか世界のエリートが働いてるような感じがしますよね、なんかね。よいしょ。これからロックフェラーセンターに行きます。今ロックフェラーセンターに向かってます。今日はトップオブザロックに登ってみようかなと思ってますね。あのロックフェラーセンターの、60階だったかな、何十階かの階数の上のところから、あの、まあ、ニューヨークをこう見渡せる、展望所みたいになってますね。でそこに今から行きます。それではちょっと一回飛びますね。